星たくさんありがとうございます。あ、はやとうさん、イエーイエーイエー、10個もありがとうございます。こうこうこうかな、え、違う、こんばんは、いさん、いかれんちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、たかすとさん、レインボースター、ありがとうございます。かずたろうさん、イエー、5個もありがとうございます。こんばんは、こんばんは。20時20分に2020。あ、今20時22分だから、え、なってない、まだ22分よね。だから2022年だね。次2023年になる。でね、彼12月4日生まれなんですけど、12時4分にいつもなんか時計見てしまう。自然と見たら12時4分なんですよ。こんばんは。あ、初見さん、たくさん来てくれてありがとうございます。天使な小悪魔と言ったらカレンレンのカレンレンです。あ、木戸内さん、レインボースター10個ありがとうございます。カレンちゃんの一番目に好きな曜日的になってます。あ、書いてるね。何だと思います？当ててみてください。大体の人が好きかも。彼の好きな曜日、大体その曜日か土曜日じゃない？違う。金曜日、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 金曜日。まあ、わかるよね。正解です。金曜日。金曜日の学校終わってからの時間が一番好き。イエーイ。ゆきちゃん、受講中のカレンレンじゃないですか。ゆき先輩が大好きです。ってこと？ん？金曜日の午後、ウキウキ。そう、日曜日は嫌だね。日曜、月曜は嫌だな。まあ最近は全然いいけど、夏休みなんで曜日感覚ないんで。受験です、じゃないですね。受験さんは青のマークがつくので。カレンちゃんのアンダーデビューが待ち遠しくて、8時間しか寝れません。8時間って結構寝てませんか？8時間寝てるよね。まあ彼よりは寝てないけど。赤黒牛さん、花火ありがとうございます。あ、コリラヨッシーさん、尊い、尊い、本当ありがとうございます。お、またまたコリラヨッシーさん、尊い、ありがとうございます。尊い。なんかレイヤちゃんの姫の、なんか姫、え、これレイヤちゃんっけ、わからんけど。赤ちゃんだなと思うメンバー、やっぱりニコニコゆいなちゃんじゃないかな。でもひなちゃんも赤ちゃんっぽい。りなちゃん、行くの、りなちゃん小学生組。え、でも伊原はんなちゃんはお、なんか大人っぽいっていうか、落ち着いてるっていうか、小学生に見えないかな、あんまり。
ハッシュタグカレン連メールに初めて投稿したけどちゃんと届いてるか不安です。届いてるよ届いてるよ、うん、さっきザーチン関心でカレン連からもらったラメ紹介。あ、そう、8時からってね、カレン知らなくて、あの配信ボタンを押す前にショールーム開いて、で、え、配信してたのって思って一瞬見に行った嬉しい。そう、ラメラメあげたんです。ラメラメと何あげたっけなんかカレンがいつもなんか6期生に貸してるラメラメがあるんですけど、ラメ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 があるんですけど、それの違う色目を貸しました。なんかあげました。はんちゃんしっかりしてる。ガチでそれな。いろんなレッスン受けてすごいな。目指したいかな。先輩とかいますか。え、みんな先輩すごいですけど、やっぱ自動エネネさんかな。ダンス自動エネネさんとか、もうみんななんですけど先輩。歌もみんなうまい。あきさん、ゆかさん、エレナさんとか演技も上手で、でもなんか公演とか見ててなんかすごく目がいくのがあきさんかで、みくさんも好きだし目がいくけど、みんなすごいです目指したい。トーク力とかね、あれから。ミクさんの性格が好き妹からはカレンちゃん、カレンちゃん、カレンちゃんって言われてる。カレンちゃん好きな色ピンク、ピンク、ピンクモンスター。博多吸血鬼ね、いいっす、ほんとに上手。AKB48 の恋するフォーチュンクッキー、誰でも聞いたことあるくない。え、聞いたことない人逆にいるのって感じありますよ。メンバーで一番仲いい子は、みんな仲いいよ。ココハかな、江口。最近はミユとかヒロネとかも仲いいんですけど、ミユはね今日ねバースデーガールなんで、ちょっと配信見に行ってみてくださいカレンがね12時に送ったんだけど一番だったらしいよ。すごくない？ココハはなんかよく話すし、今日も電話ちょっとしたしうん、ココハかな。ミユはミユもラブラブしてます。いつもラブラブ、手つなぐし、手つないでくるし、今度ご飯行くし、ご飯どこがいいかな。福岡のさご飯屋さんあんまり知らないんで、ちょっとみゆにおすすめの教えてもらおうかな。23日の公園行く用事も、え、本当ですか、嬉しい、ぜひ来てください、嬉しいな。23日カレンアンダーデビューするので、あ、もう応募期間終わってるけど、公演とか来れない人は配信とかで見てくれると嬉しいです。あかりちゃんとくるちゃんはずっと押してますが、ロッキーではカレンちゃんは一番。ありがとうございます。そうだね、赤くる推しさんだもんね。
やつといえばカステラですよね。あ、本当ですか。カステラをあんまり食べたことなくて、でも美味しいですよね、カステラ。私のおやつといえばアーモンドかな。アーモンド今日ね、おばあちゃんが出してくれた、出してくれた、おばあちゃんにもらったアーモンド。かえちゃんってかなりの負けず嫌い、負けず嫌いですよ。なんで？同じ長崎で頑張ってたもんね。アンダー出演の日はお互い国派ね。ね、国派と一緒に出るので、国派が超嬉しがってたよ。やったやった。隣になれる立ち位置なのかわからないけど、まあちょっと楽しみにしておいてください。リオンさん尊い、ありがとうございます。今度ご飯行くときのサイゼリア、サイゼリアはちょっとココハとずっと行くんで、ミューとかはちょっと他のところ行く。サイゼリア、あ、そう、サイゼリア美味しかったですよ。サイゼリアのおすすめはって聞いたら、やっぱりドリアみたいですね。ミラノ風ドリアでもチーズたっぷりミラノ風ドリアもう美味しそうだなって思ったんですけど、食べた方いますか？どうでしょうか。チーズは、チーズたっぷりの方は。ロッキーで一番最初に生誕祭できるのどれですかね。カレンかも。23日公演当選した、あんだ、嬉しい、ありがとうございます。やったね、やったね。しばしぶきちゃんが泣くと赤ちゃんなので、見かけたら慰めてあげましょう。ゆうき先輩の喋り方が好き。なんか公演とかで MC とかでなんか喋り方が可愛い。昨日かな、昨日ちょっと喋りました、帰るときに。気軽に話しかけてくれるけ嬉しいな。リコピ先輩のレッスンってどんな感じですか？なんかたまに面白いこと言ってくださったり、楽しかった、わかりやすいし、なんか結構聞いてくれるみたいな。何でも聞いてねって感じやけん、聞きやすいしね。下野さんに、リコさんに、下野さん、ゆきさん、坂口リコさんに嬉しい。はやたさん、レインボースター10個ありがとうございます。メールの返信ぼちぼち開始します。ぜひどんどんどしどししてください。見えるよ、見えるよ。8月の生写真予約、お、ありがとうございます、嬉しい。写真パジャマでしたね、ピンクの背景でしたね。可愛くない、パジャマっていうかピンクの背景も。パジャマ新聞ね、8月。こんばんは、こんばんは。何時まで？9時までです。21時まで、朝の9時じゃないよ。レンレンの初日公演行く、みんな来てくださるんですか？超嬉しい、頑張ります。頑張るよ、緊張する。P さん、 P さんね、あ、ちょっと待って、カレン韓国のファンさん、編集研さんでこの名前、ありがとうございます、超嬉しい、やばい、韓国から
でも嬉しいし、カレンって名前に嬉しい、ありがとうございます。イエー、ニコありがとうございます。人生ゲームめっちゃ懐かしいよね。人生ゲームって楽しいよね。なんかあっという間に時間過ぎてる。ロキでもしたいなって思ってウノとかさ、トランプもしたいな。大富豪してるじゃないですか先輩たちナッピちゃんにも話し、ナッピさんめっちゃ話したいです。うん、なんか可愛いですよね。ガン見しちゃうもん、可愛くて。背景生ハム背景生ハム、ウケ。生ハムの色ね、それな、ちょっと濃くてね、ちょっと濃いピンク好き、大好き。生ハムみたいな色やけんかな、そういうけんかも、ピンクが好きなの生写真買った吉月の2回目のやつ知らなくて買えなかった、ごめんね。最初わからないもんね。ありがとうございます。8月の分だけでも嬉しいな。23日のカレン連の初日、そう、ここカレンがね揃うよね。見たかった、いつか来てね。まだ今日23日が最後ってわけじゃないし、ここカレン。たかもんさん、くまさん、ありがとうございます。くまさんかわいいね。頭でっかちのくまさんかわいい1.5 等身みたいで可愛い。他の同期のショールームに遊びに行ったりする、たまにします。とか藤子とかゆなゆなとか見に来てくれたりする、カレンの配信こんばんは、こんばんはハロハロー。長崎コンビのアンダー出演は熱いね、熱い、ほんと熱いね喋り方が時々ゆぶきちゃんにそっくりなけん。え、それはないやろ、可愛いもん、ゆぶき先輩あんな可愛い喋り方できんし。もう20分経ってる、あと20分かな。カレンの時計1分早いんですけど、うん、イケアのやつイケアやね。今度は毎週三重県買うから、ありがとうございます。宇宙人や幽霊は信じる、宇宙人は信じてないけど幽霊は信じるっしょ。信じない、みんな幽霊は信じいるよきっと。でもなんか宇宙人いる漫画見てちょっと怖いなって思ったけど、でも宇宙人はいないと思う。思わないか、みんな、みんな信じる派ですか信じない派ですか。幽霊はいそうじゃない、生き霊みたいな、幽霊みたいな、霊媒師とかおるし、たくさん。霊媒師じゃない、何、なんか霊が見える人とかたくさんいるし。みゆちゃんとカレンレンのコンビ名はありますか。みゆカレ、カレミユ、カレミユみゆカレ、カレ、カレミユ、カレミユ、みゆカレ、え、何がいいと思います。ちょっとナナネートのコンビ名はナナカレンで超良くないですか。カがついてるからね、最後に。ココカレンかカレココ、なんかココハはカレココがなんか可愛いって言ってたコンビ名、なんか最後にココがついてるのが可愛らしくて、カレココみたいな最後にスクショお願いして、あ、大丈夫ですよん。カ
レンちゃん、八の屋のカレー食べたことないですけど、今日は今日の昼パパのめっちゃ美味しいカレーを食べて、美味しかった、美味しいカレーを食べて美味しかったです。でなんか妹たちが 3,4 杯食べてて、カレーは1杯だけなんですけど、食べたのはでも美味しかったです。アンダーステンするの、そうするんです。いけないし、リアルタイムで配信見れないことが残念。え、見れない、お仕事とかですか、残念。まあアーカイブでじっくり見てください。同期生、同級生、あ、レイヤちゃんもですか、ほんと。小一メンツ、小一メンバー、夜怖い映画とか見れない、そう、お風呂入る前に見たら絶対ダメですね。だから見ないようにしてる。昼とかやったら見るけど、一人ではあんまり見らんかも。友達と一緒おるときとか、友達と見たりとかはします。幽霊はいますですよね、分からんけど。福井沢、あ、そうだ、福井沢だ、そうできるよねって言ってた。確かに福井沢でもさ、渋井沢もできるんだよな。他のラッキーのモノマネ、モノマネって何、どういうこと。あ、ひなたんカレンレーンって感じ。で、誰がいる、渋いちゃん、渋いちゃん昨日なんか彼にべったりだったけど、ねえねえって感じ。ここ見てねみたいな。渋いみなは面白い、渋みって言ってます。一緒にゲームしてて、なんか同じアプリを入れたんですけど、それニックネームつけるときに渋みってつけてた。あ、ひろね、どういうこと。なんかいつもカレンがなんかちょっとボケたりしてめっちゃ突っ込んでくれるんですよ。面白いんですよ、ひろねも、突っ込むひろねが。バラ86さん、イエー、ありがとうございます。ロッキーでバーベキューするならカレンちゃん食べる担当かな。確かに食べるよ、残り物も全部食べるよ。でも焼くのもできるよ。友達と前卒業式に焼肉食べ行った時に頑張って焼いてたよ。いい加減に、いい加減じゃないよ、いい火加減に、火加減に違う、いい焼き加減に。17日によかよか、そう、よかったら見てください。よかよか、よかったら見てください。17日カレンとか7カレンが出ますよ。渋みも出ますよね。今日も可愛い、ありがとうございます。可愛い、やっぱりリップしか塗ってないけど可愛い。無限に食べていいなら何杯、え、ちょっとわからないな。でも2年ぐらい前かなぐらいに焼肉食べ放題行った時に10杯食べました、ご飯。焼肉、お肉を食べるじゃないですか、焼肉食べ放題って普通けど、ご飯ばっかり食べて10杯食べてお腹いっぱいになってました。20日土曜日本校、ガチで、見ないよ私は。怖いから見ない。イエー、甲子園の48赤田屋さん、イエー、ミコありがとうございます。似てる、やっぱり似てる、渋井ちゃん似てる。
渋みはね面白いよ。なんかダンス見てとかダンス教えてとか言ってくるんですけど、なんか絶妙に不格好な感じで可愛いんですよディスってないけど、ゲームめちゃくちゃしてます。ゲームしすぎて怒られるけど、最近はちょっとすぐ飽きるんで、飽き性なんで、本当におすすめのゲーム教えてください。もう飽きてきたんでちょっと教えてください。福井沢、渋井沢、安井沢、あそう安井ひなもん、安井沢、そう伊沢大活躍やん渋み渋み、ウィンク、きのこの山派、たけのこの里派、どっちも好き派だけど、たけのこの里のクッキー感が好きだなやっぱりでもどっちも美味しいよね。9月にカレンちゃんのオンライン拍手会を申し込みました。めっちゃ楽しい、ありがとうございます。大津がありますねロッキーで夏休みバーベキューの配信したいな。なんかさココッペとかしてなかった、コラボ配信、あのバーベキューじゃないんだけどコラボ配信みたいな、これもしたいな。生ハムと生アマオ、絶対生ハムでしょ。まあどっちも、生アマオってアマオっていちごですか。カレンちゃん誕生日だよ、ありがとうございます。カレンもザワとイザーミューとヒーローとここフジココとエグココと、うんぐらい、あユナユナもこの前だったし覚えたよ。トットオトチャンネルのゲーム配信とかできるとしたら何のゲームとかやってみたいですか。あやってますよね、やっぱカレン前々からマリオとかマリオとかマリカとかマリオとかしてたんで、そういう系ちょっと久しぶりにやりたいし、昨日なんか桃鉄やってたじゃないですか、ビビアンさんとかが、それも面白そうだなって思った。桃鉄も前してたんですよね。VR で見てるのね、 VRS もちょっと余裕あったらしますね48分、早いね、本当だ、もう49分、彼の時計ではもう50分になりましたけど、あと10分じゃん、早くない、ごめんね、40分だけだけど明日は多分できない。あさってもできないかな、しあさってもよかよかがあるからできないかな時間余ったので漫画のお話しようかなメール届いたかな、カレン今日ワンピースの落書きを送ったんですけど、どうですか。でも最近見てるのは進撃の巨人、なんかママが超絶ハマってるんですけど漫画に、なんかずーっと読んでる、だから私も借りて読んでる。進撃の巨人見てる人いますか。ロッキーも配信企画やったら楽しそうって、まずやるよかかなね、楽しそうよね。最近カレンちゃんがいつ次配信するならずっとそわそわします、ありがとう。3日4日はできないけどごめんねおばあちゃん家に行ったのは届いたよ、あちょっと先に言っちゃった本当おばあちゃん家に、美味しそうだったでしょご飯、おばあちゃんの
もう進撃の巨人見ます。あ、本当。どうでした？面白かった？面白いよね。なんかママが30巻ぐらい一気に借りてて、だからカレンもやったなって思ってて。リヴァイ兵士長がココハも好き、ココハとカレンが好きですが。メンバーのおすすめの漫画紹介をシリーズ化とかしても面白そう。え、読むメンバーおるかな。読まないメンバーもいそうだけどね。先輩たちも漫画見てる方いますし、アキさんとかワンピース好きだよね。みんなワンピースが結構来てる。映画見に行きたいんですよね。パパと行くんだ。キングダム面白いよ。キングダム見たよ。キングダム見た。信じないよ。歌詞は全く覚えてないけど聞いてます。信じたい。パパと仲良しなんだね。上手って言われたよ。映画面白かったよ。最終話でいろいろ見えてるからそこも良いね。伏線がやばいらしいですよね。楽しみ。映画昨日見に行った。どうでした？歌だよって。ワンピース見てきた？映画見てないんですよまだ。見たいな。どう？みんな何だっけ、 TikTok でよく来る、やっと来たよじゃないっけ、なんだっけ、わからんけど。さやまるとアニメの話したら盛り上が、あ、そう、さやまるさんね、お話ししたい。この前たくさんお話ししたよ。なんか動画はダンスの話とかイライラしました。絶対ワンピースおすすめ。ワンピース面白いよね。面白い。うん、ワンピース好き。ローが一番好きです。トラファルガーディワーテルロー。なんかローのモノマネしたら誰も知らなかった。感動物、感動系の映画で、感動系分からんけど余計話だ。本当マジで早く見たいな。シャンクスがすごいんでしょ。なんかハヤタさん花火ありがとうございます。10個ありがとうございます。さあね、こうしよったけどさ、こうすればいいんだ。早くインスタグラムできるよね。ね、インスタグラムおしゃれな投稿、いや普通の写真あげるか迷う、どっちしよう。TH さんギザギザ音符ありがとうございます。ルームシャンブルズ、シャンブルやったっけ、シャンブルズじゃなかったっけ。シャンクス良いよ。シャンクスね、福井でいかれる名前リスク考えたことなかった。そうパパと F だねって言ってた。 D じゃなくて福井 D カレンいいかも。カレンでの制約の目楽しみありがとうございます。カレンも楽しみ。カレンちゃんは何の実食べたい？歌うたの実。強いらしいから歌うたの実。じゃあ、ランキングを見ますね。13位三浦さん、アットマーク HLF さんありがとうございます。12位 TH さんありがとうございます。11位シュニーさんありがとうございます。10位はゲーマーさん、カレン連しか勝たん、やっぱり。
ありがとうございます。キュイまさむねさんありがとうございます。8位居酒屋くんさんありがとうございます。7位ニッキーズさん HKT48 韓国ファンありがとうございます。韓国のあ6位も韓国のファン、え嬉しい、ありがとうございます。カレン韓国のファンさん6位。5位は甲子園の48ガダヨさんありがとうございます。4位はバラ86さんありがとうございます。3位はトロールちゃんタカモンさんありがとうございます。2位はキドチさん、キドチさんありがとうございます。1位はいつもの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 はやったーさんですありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。ピーケースとイスガイさん、ピンクのサイユムかわからないけどありがとうございます嬉しい。え、ちょっと待って、すごい、あのお方さん2号、あのお方2号、ひなのんさん、だるま10、20、30、40、50、違う10、20、33個、ありがとうございます。嬉しい、だるまさんかわいいね。また壇上まであと少しだったよ、次頑張るぞ。あ、そうなの、あと少しはちょっと悔しいねありがとうございます。 PKS とおいすがいさんありがとう、ありがとうございます。こちらがありがとうありがとう、ありがとう。ランキング変わった、変わってない、ないかスクショ、年齢はハムハムのみ、確かに今日もありがとうございました。次の配信もちょっと開くかもしれないんですけど、次の配信まで開くかもしれないけど、次の配信もたくさん見に来てくれたらとっても嬉しいです。今日もありがとうございました。お疲れんれん、バイバイ、おやすみなさい。楽しかった、ありがとう、バイバイ。たくさんコメントギフトお星様ありがとうございました。バイバーイ、お疲れ。